久保さん、面白いの出てきましたよ。面白いの。<laughs> 昨日ですね、あの、今日、そう、今日プレゼントなんですよ。今日、今日から3日間プレゼント配布するんですけど、あの、そのプレゼントのレターをね、昨日書いてたわけですよ。でね、ちょっとびっくりしたんですけど、昨日3月18じゃないですか。で、そのレターの素材を、素材で使えるのあるかなと思って、 あのミクシーログインしたんですよそしたら14年前の昨日僕はある日記を書いてたんですよ <laughs> あっこれ,これちょうど14年前やみたいなね <laughs> いいこと書いてましたね<笑><笑>いいこと書いてました <laughs> あこんなこと書いてたなみたいな <laughs> 書きながら「あれこれ今日今日,今日だ今日だな」みたいな。<laughs> 14年前の昨日ね。14年前の昨日。う <laughs> ーん、なんか、まあまあまあ結論、そのね、あの、書いてた、まあちょっと読み上げようかな。読み上げますか。14年前僕は何を書いてたのかっていうね、ちょっとね、読み上げましょうか。これね、ミクシーにログインできるっていうのもすごいですよね。いまだに。い <laughs> まだにログインできますからね。 じゃあちょっと14年前の日記、ミクシーね、流行ってたと思うんですけど <laughs> 14年前の日記をちょっと読み上げようかなと思いますだいぶだいぶお久しぶりの日記です日記ですね <laughs> だいぶだいぶ久しぶりの日記です昔のバイトの仲間のみんなは元気かなとなんかいろいろあったっぽいけど人生はいろいろ人それぞれの人生 とりあえず皆さん生きててください。生きてれば辛いことや楽しいこと、笑ったり泣いたり、いろんなことがあると思います。何が正しいとか、何が間違っているのなんて、その人にしかわかりません。最終的にこの世からいなくなる前、笑顔でこの世をされれば良いかなと思ってます。今週は一週間会社にプチ合宿してみました。かっこ2回目。今日は久しぶりの 家に帰ってきましたが、やっぱり自分の部屋は非常に落ち着く今日この頃です。相変わらず仕事人間してます。正直しんどい。逃げたい。前のバイトでは最高37連勤ぐらいしたけど、そんなに辛くはなかったかなと。今は責任の重さや一から何かを作ることの大変さを身に染みて感じています。仕事ってどんなに辛い仕事でも、 やらされて仕事をしているうちが一番楽,だん楽なんだなって最近思います今めっちゃしんどい今とてつもなく大きな壁が自分の前にそびえ立ってますその壁は先の見えない壁ですでも逃げません大事な人のために失敗しようが成功しようが途中で諦めないでやることで何かが見え,見えてくると信じています 14年前 <laughs> 14年前に書いてましたね、久保さん。<laughs> 失敗しようが成功しようが途中で諦めないでやることで何かが見えてくると信じてますと。最後。<laughs> 14年後こんなになってましたね、久保さんね <laughs> そう、うん。まあちょっと続きがあるんですけど。はい、きっと今年は 自分の中で大きな節目の年になりそうです。俺頑張れ。この日記を見てくれた人も頑張ってくださいね。写真は今の仕事場のデスクですと。マイデスクですと。みたいな感じですかね。はい、いやーね。人生何があるか分かんないですね。<laughs> まあこ、こっからね、まあ、言えることは何かっていうと、 まあ続けたってことです。僕が。14年後も続けてるってことですね。単純に <laughs>。で、この時は本当にまあここの日記に書いた通り、まあその、超えられない壁ぐらいでかかったわけですよ。うーん。だから僕と、僕はね、今もさすがにもうね、それだけやってるので、あの、だいぶ余裕、余裕のへっちゃらになってきましたけど、うん、いろんなまあ、右翼曲折ありましたよね。 うん、だけど僕自身も、久保さん自身も、本当にあんなとこ行けんのかなみたいなね。本当にあんな、<laughs> ね。ヒルズ族 <laughs> ね。六本木みたいなね。ね。行けんのかなみたいなね。麻雀屋やって借金付けでね。<laughs> だから、すげえ大きい壁だったと思いますよ、最初は。うん。ね。何も右も左もわかんないわけじゃないですか。 でもみんなそこからスタートするわけなんで、結局、うーん自分を信じるかどうかしかないんじゃないですかねうん。それしかないと思いますね。自分を裏切ったら誰が自分を信じてくれるんですか申し上げますね。自分が自分のことを裏切ったら誰が自分のことを信じてくれるんですかうん自分しかいないですからね。 だからまあやるしかないですね、うん。毎日の積み重ねがとんでもないところに行ってしまうっていうイチローさんの言葉は僕は好きなんですけど本当に日々の積み上げこそがとんでもないことになってしまうなと思いますよ、うん。てかそれしかないんじゃないですかね。うんやっぱあの近道はないので。 いきなりメジャーリーグのバッターボックスに立っていきなりホームラン打てるやつなんかいないっすよ。久保さんいますかねいきなりメジャーリーグのバッターボックスだっていきなりホームラン打てるやつなんかいますこの世に。多分存在しないですね。多分存在しないでしょうね。うん。あそこに、まずあそこのバッターボックスに立つだけでも積み上げだし、今度打つのにも積み上げだし、打ち続けるのも積み上げだし、 一郎さんのや,っぱいやイや一郎さんが言うからやっぱ深みがあるかなとは思いますけどね。うん、なんねメジャーリーグで何十年もやっぱあのずっと続けてきたっていう、うん。まあ久保さんと僕もどんどん深みが増していくんじゃないですか。一郎のごとく <laughs>、ね。あと何十年も続くわけでしょ。生きてれば。明日死ぬか分かんないですけど。うん、まあ今日は生きてるんでね今日。今日は生きてるから今日を積み上げるってことですね。 いってらっしゃい。